の次に出てくるのが、中宮の御母、御息所なん。様ことに心深く生めかしき試しには、まず思い出られるれど、人を見えにくく、苦しかりし様に何ありし、恨むべき節ぞ、下に断りと覚える節を、やがて長く思い詰めて深く演ぜられしこそは、いと苦しかりしか。心緩みなく恥ずかしくて、我も人も打ちたゆみ、朝夕の睦川さんには、いとつつましきところのありしかば、打ち解けては身脅さる、身落とさるることやなど、あまり繕いしほどに、やがて隔たりし中ぞかし。いとあるまじき名を立ちて、身のあわわしくなりぬる嘆きを、いみじく思いしめたまえりしが、愛おしく下に人柄を思いしも、我罪ある心地して闇にし、慰めに、中宮をかく去るべき御んちぎりとは言いながら、取り立てて世のすしり、人の恨みをも知らず心寄せたてまつるを、かの世ながらも見直されぬらん、今も昔もなおざりなる心のすさびに、愛おしく悔しきことも多くなんと、越し方の人の御上、少しずつのたまい出て、うちの御方の御後ろ身は、何ばかりのほどならずと穴ずり染めて、心安き者に思いしよう。なお心の底見えず、気はなく深きところある人になん、上辺は人になびき、おいらかに見えながら、打ち解けぬ景色下にこもりて、底はかとなく恥ずかしきところこそあれ、とのたまえば、こと人には、こと人は見ねば知らぬを、これは魔法ならねど、おのずから景色見る折々もあるに、意図打ち解けにくく、心恥ずかしきありさま知る、ありさま知る気を、意図たとしえなき裏なさを、いかに見たもおらんとつつましけれど、女房はおのずからおぼし許すらんとのみ思いてなんとのたもう。秋子の中宮のお母さんにあたられる六条の御息所という方、あの方は、さまことに、このさまというのは、ただ単に外見の様子ということじゃないですね。むしろ内面的なこと、大体前の葵の上のこともそうですけれども、内面的なことが主になっているわけです。人柄の様子が格別で、心持ちのありようが深く優美な例としては、まずこの人が思い出されるけれど、この見やすんどころが思い出されるけれど、それはそうですね、前の皇太子のお妃であった人であって、そういう点では誇り高く、身分も非常に高貴な人であるわけです。ですから人見えにくく、人見えにくくってのは、ちょっとこう重苦しくって会いにくいところがあって、恋人として会うのに気の置けすぎるところがあってというふうなことですね。会うのが気詰まりなところがあって、重苦しい感じでありました。
あの方が私に対して恨むべき筋合いを持っていらっしゃるのはもっともなことだと私自身が思われる節がありましたが、自分自身に思い当たる節がありましたが、そのまま長く思い詰めて、あの方は心の中で長く思い詰めて深々と恨みをお持ちになっていらっしゃいましたこと、そのことが大層私には心苦しいことでありました。こちらが心を許すことができない気恥ずかしい思いがいたしまして、心ゆるびなくというのは、こっちがほっと心を緩めるようなことができないような気恥ずかしい思いがいたしまして、我も人も打ちたゆみ、朝夕のむつび川さんには意図つつましきところのありしかば、私の方でもあの人の方でも心くつろいで朝夕のむつびを交わし合おうとするのには大層つつましきところ、気持ちの重苦しいところ、気の引けるようなところがありましたからして、うっかり心を許してしまうと、こっちがうっかりつい油断してしまうと、まあ油断というまで言うとちょっと言い過ぎですけれども、心を許してしまうと見下されることがあろうかなどと案じられまして、あまり繕いしほどに、ついこっちがあまり心を繕いすぎるうちに、やがて隔たりし中ぞかし、やがて疎遠になっていった仲らいでありました。大層あってはならないような評判が立って、身のあわあわしくなりぬる嘆きを、その高い身分のほどが見やすんどころというふうな、ご大師の御子を生んだというふうな、そういう高い身分のほどがあわあわしくなった、軽薄なものとなってしまった、その嘆きを酷いことだと心に深く思い締めていらっしゃる、そのご様子がお気の毒に思われて、まことにそのお人柄を思うにつけても、我罪ある心地して闇にし慰めに、自分に責任があり罪があるような心地がして、間が途絶えてしまいました、そのお心を慰めるために
娘である方の中宮になられるのを書く去るべき御恩ちぎりとは言いながら、こんなふうになられるのは叱るべき当然のご恩であるとは言いながら、この場合のあれだ、ね、ちぎりはその御安どころの残されたお子である中宮、姫君が中宮になられるのを、そんなふうになられるのは当然のその方の持って生まれたご運だ、身についた運だと、とは言いながら、御恩ちぎり、やはり前世からの因縁だ、前世からの宿命だ、宿命の運を持っていらっしゃるのだとは言いながら、取り立てて世のそしり、人の恨みをも知らず、心寄せ立て祭るを、自分が大層、まあ、後見役として少しご利用しの無理をした後見役を務めてということですね。世の非難になるような、あるいは人の恨みをも受けることを気にもしないで、心寄せ立て祭るを、格別の御後ろ身を申し上げるのを、格別の助言役を務めるのを、かのようながらも見直されぬらん、すでにこの世の人ではない、この世の人ではなくいらっしゃるあの御安どころも、そういう私を見直していらっしゃいますでしょう。とは言いながらね、生きている時にはあんなふうに源氏の大事な妻である葵の上に猛烈なたたり方をして、葵の上をついに死に至らしめる、生きている時には生き霊となってあんなふうに凄まじいたたり方をする、そしてずっと何かにつけて源氏の周辺にの人にたたって、死んで後も死霊になって源氏になお恨みを持っている、しかし直接源氏に災いを与えるということはないのですね。前にも言いましたけれども、一体こういう執念深い怨霊のたたりのモデルはどこにあるんだろう、どうもモデルが思い当たらない。あえて言うならば、僕はやっぱり古事記のあのイザナミの神の凄まじい怒り、あるいは怨念いうふうなものがなんとなく投影しているといえば投影しているのではないかという気がするわけですね。神話と物語っていうふうなもののなんかこうつながり、深い民族の心の底でのこう明脈のつながりっていうふうなものをどうも感じてしょうがないんです。あれほど夫のイザナギと一緒にこの世のあらゆるものを生み出して、そしてまあその途中で火の神を生んだために体を焼かれて火傷して先に黄泉の国へ行くわけですけど、そこまでイザナギが追っかけていく、まああの神話の中で見るなという約束、決して私の姿を見ないでくださいという約束をイザナギが破ったという
これは神話の上の一つのやっぱり重要なポイントですけれども、それだけであんなふうに今度はしつこくこれでもかこれでもかというふうにイザナギに対して恨みを次々に発揮する、さらにこの現世の青人草人間たちに対してまでそのたたりを広く及ぼして、あなたの国の青人草の命一日に近しら首で殺さんというふうな、あの凄まじい怨念の表現の凄さ、ああいうふうなこの平安町の物語の上の女性の上に時を変え場を変えて表現するとすれば、一番六条の御息所のこの生きて生き霊となり死んで死霊となってたたる、その様子がなんかどうしても彷彿として浮かんでくるわけですけれども、ではそれに対して光源氏は中宮を大事にして、そして非常に重い後ろ盾の役を務めて世のそしりも気にしないで中宮にするわけですね。今も昔もなおざりなる心のすさびに愛おしく悔しきことも多くなん。で、あの方はかのようながらも見直されぬらん、もう死後の世界に言ってられるけれども、おそらく私の心を組んで見直してくれていらっしゃるだろう。考えてみれば今も昔もそれというのも私の心のすさび技、なおざりなる心のすさび、いい加減な心の気まぐれ、私自身の心の気まぐれのせいで愛おしく悔しきことも多くなん。考えてみると愛おしく悔しく思われることがたくさんあると、腰方の人の恩上など過去に関係のあった女君たちの身の上のことなど少しずつ思い出しておっしゃって語りでなさって、でうちの恩方の恩後ろみは何ばかりのほどならずと穴ずり染めて心安き者に思いしをなお心の底見えず気はなく深きところある人になん、上辺は人になびきおいらかに見えながら打ち解けぬ景色下にこもりてそこはかとなく恥ずかしきところこそあれとのたまえば、こと人は見ねば知らぬもこれは魔法ならねどおのずから景色見る折々もあるに意図打ち解けにくく心恥ずかしきありさまありさま知る気を、意図たとしえなき裏なきをいかに見たもおらんとつつましけれど、女君はおのずからおぼし許すらんとのみ思いてなんとのたもう。うちの御方、今代理にいらっしゃるあの明石の女房、帝のそばに上がっていらっしゃるあの明石の女房の御方の
五国圏訳、すなわち明石の方のことですね。あの明石の方は複雑な言い方をちょっとしているわけですけど、うちの御方の御後ろ身は、代理に上がっていらっしゃる明石の女房の母君、その後見役の明石の方はどれほどのこともないと最初は軽く考えて、穴ずり染めて、はじめは穴ずって考えて、心安いものに思っていましたが、なかなか心の底が見えなくって、心の底が読めなくって、いざ接してみると意外に心深い女性であったというわけですね。気やすいものに思っていたが、なかなか心の底が見えなくって、気はなく深きところ、ちょっと限りなく奥深いところがある人で、心の奥深いところが感じられる人で、表面は従順に人に従い、人の意見に従い、おっとりとして見えながら、実は容易に打ち解けない気心がその下にこもっていて、なんとなくこちらが恥ずかしくなるようなところがある人であったとおっしゃると、紫の上が、今年とは見ねば知らぬを、これは魔法ならねど、おのずから景色見る折々もあるに糸を打ち解けにくく、心恥ずかしいありさま知る気を、糸たとしえなき裏なきを、糸たとしえなき裏なさをいかに見たもおらんとつつましけれど、女房はおのずからおぼし許すらんとのみ思いてなんとのたも。源氏の言葉を受けて、まあ、こんなふうに明石の上の人柄を、まあ、理解しているわけですね。はじめはちょっとやっぱり敵意を持ってたわけ、源氏の心をやっぱり惹かれている人として。ですけれども、その娘を自分の手元へ引き取って親代わりに育てるようになってから、この二人は割合にこう心を打ち解けるようになり、理解し合うようになっていくわけです。他の人は会うことがなかったから分かりませんが、この方は、この明石の上はという方は、魔法ならねど、魔法っていうのはきちんとした正式ないうことです。正式な対面はいたしませんでしたけれども、おのずから景色見る折々もあるに、その娘の
女房に上がられた方を仲介にして、自然にその様子を接することがお料理にございましたにつけて、初めは大層打ち解けにくくって、こちらの心が気恥ずかしい様子で、その気配があらわでございましたが、やがて意図たとしえなき裏なきを、例えようもなき、その私の心の単純さを、たとしえなき裏なさっていうのは、ちょっと例のないような私の心の単純さを、どんなふうにご覧なさるか知らんと、気が引ける思いがいたしましたが、でも、あの女房様は、女房になられたあの方は、おのずから、おぼしい留守らんとのみ思いてな、私を多めに思い許してくださるだろうと、そう思いまして、とおっしゃる、紫の上がおっしゃる。